どうも柴です。前回ね、僕ツイッターで上げたと思うんですけども、スクワット197レップ気合でやったぜみたいなツイートしたんですけども、今日はまた足の日で、前回ね、いつも僕185でセット組んでるんですよ。 それを前回190にしたんで、で7レップ気合でできたんで、今回はね結構慣れてるんで、まあ7回8回狙っていきたいなと思って、今日はねやる次第なんですけども、若干ねやっぱりね、月曜日は休みでね、暴飲暴食せん、体が重たい、今日ねやっぱり頑張ってきますということで、行ってきます。はい、トレーニング終わりました。頑張ったけどね、多分ね1セット目僕ね7回以上上げたろう思って、もう回数に多分とらわれてちょっと浅かったと思うんすよ。うん、まあ浅くても今日は良かったんですけど、もうとりあえずなんていうかな、やってしまったっていうこのメンタルを鍛えるための修行みたいなもんでやったんですけども、まあなんとか8回できました。はい、ちょっとね、撮った後のを見てみないとわからないです。はい、ちょっと浅かったと思います。自分でやっててわかったっす。うん、最初2レップぐらいした時に、あかんぞこれは、やばいぞこれはってなったんで、ちょっと浅くなったと思うんです。で2セット目はもう鼻からいつも潰れるんで、あもうこれ無理やったら無理でええわっていう感覚でしっかりとやってみました。うん、まあ、2セット目はねだいぶ入りましたね。だいぶ入った。でレッグプレス今日やってみたんですけども、レッグプレスもねいいね。やっぱり僕初めてなんですよ、レッグプレスやった。まあ何年3年ぐらい前にレッグプレスちょっとやったことあるんですけど、3年ぶりのレッグプレスやってみたんですけど、いやあれはあれでね素晴らしいということでね、本日のトレーニングまあまあ満足いく結果になったと思います。はい、ということで今からね、ここはね誘惑ばっかりやけど、誘惑にね負けずにね帰りたいと思います。前回の筋トレの時にね、僕実は誘惑に負けちゃいそうみたいなこと言ったと思うんですけども、がっつりね誘惑に負けました。はい、その辺はねここで深くお詫び申し上げます。はい、お前は反省の色がなっとらんってね、来週また筋トレ動画の時にならないように、今日こそは
直帰したいと思います。ということで本日もありがとうございました。